ホンダポイントで横たわるデルファイ・デルファイは、アメリカ海軍の駆逐艦。クレムソン級駆逐艦の一隻。艦名は、リチャード・デルファイにちなむ。ホンダポイント遭難事件当時の艦隊機関であった。デルファイは1918年4月20日に、マサチューセッツ州スカンタムのベスレヘム造船、スカンタムビクトリー交渉で寄港する。1918年7月18日にウィリアム・シムス。 提督不人によって浸水し、1918年11月30日に、艦長、R.A. ドーズ中佐の指揮下収益する。収益後デルファイは12月23日から31日まで、コネチカット州、ニューロンドンで、潜水艦探索装置の試験を行い、1919年の元日には、ニューヨークのファイアアイランド沖で座礁した、ノーザンパーシフィックの生存者を救助した。 1>, 1月13日にニューヨークを出港、カリブ海での艦隊演習及び水雷訓練に向かう。4月14日に艦隊と共にニューヨークに帰還し、30日にマサチューセッツ州ボストンに向けて出港、カーチス NC-4 による初の大西洋横断飛行を支援するための準備に入った。デルファイは1919 19年11月19日にボストンから西海岸に向けて、 出航、12月22日にサンディエゴに到着した。太平洋艦隊駆逐戦隊に加わり、6月12日に予備役となるまで、水雷訓練に従事した。その後サンディエゴで12月27日まで停泊し、予備役駆逐艦隊の他の艦と共に、ワシントン州ブレマートンに向けて、出航、1921年1月4日に到着すると、 ピュージェットサウンド海軍交渉で拡張オーバーホールが行われた。EH ワトソン艦長1921年7月22日から1922年3月20日まで、デルファイは50%の乗員数で、サンディエゴを拠点として、作戦活動に10時続いてオーバーホールが行われた。作業が完了すると1923年2月6日から4月11日まで、 戦闘艦隊と共にバルボアで演習を行い、続いてサンディエゴ沖で魚雷の実験を行った。6月25日、第31駆逐分艦隊と共にワシントン州に向けて出港、戦闘艦隊との加器演習を行った。9月8日、ノームのカリフォルニア州沖合で航行中の7隻の駆逐艦が次々に座礁したが、デルファイはこの艦隊の機関であった。 この事故は後にホンダポイント遭難事件として知られるようになった。デルファイは原則を大きく損傷し完備が水面下に没し横転、3名が死亡し15名が負傷した。デルファイは1923年10月26日に退役し、1925年10月19日にスクラップとして売却された。2017年現在、 アメリカ海軍においてデルファイと命名された艦艇は他に存在しない。ありがとうございます。